防ポケモントレーナーは皆、心に決めた一匹のポケモンがいる。特に実況者はキャラが立つので必ずいると言っても過言ではない。余計なこと言うな。ということで今年もやってきましたシェードさん主催の令和相棒自慢杯。あ、今年も出るのな。お前動画にはしてねえけど地味に毎年出てるもんな。いつも思うけどそうそうたるメンツだよね。正直ここに並べられるの震えが止まらない。ってことで何回か対戦したんだけどいい感じではなかろうか。ライト1500ってほとんど真ん中だぞ。最近見始めてくれた人ってベルさんのイメージ大体投稿詐欺色違い野郎だと思うんだけどさ。自分で言ってて悲しくならないの。正直美味しいと思ってる。なんだこいつ。まあ、ちょっと違うよな。多分サモランの変な縛りやってるゲームコウモリだと思われてるぞ。せめてポケモン実況者でいたかった。このチャンネルだってまともな対戦できるんだぜってとこ見せてね霊夢。そのためのパーティーは用意しといたから。どう会心の出来なんだけども。ちょっと待って何この好きなポケモン詰め込みましたみたいなしょうもないパーティー。傷ついたのでマイクラやりまごめん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 。せめてスプラで会ってくれ頼む。一応聞くがなんなんこのパーティー。よくぞ聞いてくれました。かないと一生拗ねてそうだったから。呪いはねこの子。今回は相手の攻撃を倍にして跳ね返す反射技を全員が覚えた反射とフルカウンター統一を使ってもらうわ。なんで言い直した。最近7つの滞在見た。ってことで全員何かしら仕込んであるよ。ゾロアークのこの技何これ。確かメタルバーストの悪技版だったような。ああなるほど。あとはミラーコートとかカウンターとかか。本当は全員違う技が良かったんだけどさすがに無理だった。そもそも反射技なんてそんなにねえもんな。あれ？どうのカウンター、どこに行った？君のような勘の言いがきは嫌い。エントリーした後に気づいたよね。お疲れ様でした。心の綺麗な人には道の第五の技、カウンターが見えてるはず。めちゃくちゃすぎない。ガチ勢に怒られればいいのに。お相手の先発はパオジアン。このポケモンめちゃめちゃよく見るね。こっちはドドゲザン格闘技持ってるだろうしちょっと厳しいな。と思うじゃん。まあ見てなよ。はい、ゾロアークでしたー。これで格闘しかして返り討ちにしちゃうもんね。お相手結構迷ってたっぽいが素直に来てくれたな。ゾロアークいると相手の頭破壊できるから好き。返しの気合だまー。パオジアンは攻略タイプすなわち4倍。相手は死ななかったわ。助け多いからね、仕方ないね。なあ、レイム、思ったんだけどさ。え、何急に、通反射技って助け持ってやるもんよな。まあ、相手の攻撃受ける前提だしそうなんじゃない。このパーティーさ、助け枠は結構ガが持ってるよ。あと地箱いるが頑丈だからいいとして。どうやって反射技当てんの。いいらね。正直全員助け持たせたいよね。そんなんできるわけねえだろ。司会に聞いてみたけどダメだったわ。そもそもルール変えれねえだろ。あ、ちなみにルールは相棒ポケモン絶対選出で基本ルールはランクマと一緒ね。詳しくはシェードさんの動画見て。試合前に言えよ。ここは不意打ち通しやすいね。相手は不意打ちか剣の卓だったと思うが、不意打ちでドドゲザンを全然削れねえしな。お相手のラストは相棒枠のジュナイパー。ジュナイパーのタイプ的にどうで貫通できんじゃね。惜しいってこういうパマル。よっしゃ任せろ。エタチエ本当にこのまま行くんですか。え、うん。炎照らすか、大丈夫かこれ。どう HD ぶりだけど2発くらいは大変じゃね。なんやかんや硬いからなこの子。全然ダメそうだわ。手のひら返しやばくないですか。ここ耐えたらタチエちゃんとしたやつ用意してもらえるかもだぞ。マジですか。自分全然耐えちゃいますよ。正直御三家ポケモンのテラバーストごとき自分の敵じゃないっていうか、いやめっちゃ痛いっすわ。なんなんあれ。小物感やばいぞ。ドドゲザン組長やっちゃってください。どうは何しに来たんだあいつ。いやそうは言いますけどね、テラスタル切らせて炎確定させたのは宅を潰してるわけで働きとしては十分だと思うんですよ。あとたまダメも稼ぎましたしね。これ以上求められるのは正直痛いすぎっていうか分かってなさすぎっていうか。めっちゃ早口なってますよ。まあ、炎テラス分かってるのは実際アドだな。炎テラが痛いからアクテラス切るもんね。これで殴られても対話するんか。なんなら不意打ち通ればやれるはず。無振りなら結構入るし、弾ダメ入ってるしね。今んとこ反射技全然使ってないけど大丈夫そう。ただただドドゲザンが強いだけになってますけど。ポケモン実況って大体そんなもんだって聞きました。これ一回怒られた方がいいぞ。まあでもこのまま高順に狙うのも悪くはないよね。なんかの間違いで1位とか取ってもいいんだぜ。ちょっと優勝狙ってみるか。嫌な予感しかしない。リンルーの耐久頭おかしいと思うんですよね。あいつをワンパンできるポケモンってなかなかいないらしいぜ。ということで最終兵器、今回の月光川激流水テラスタルハイドロカノン型、火力半端ないんだぜ。でも今体力満タンよな。削り切れるんか。まあそうなんだけど、水テラスハイドロカノン耐えられたらこのゲーム終わりだろ。弱点だぞ。それもそっか。ラスト一匹ドドゲザン、ここメタルバーストチャンスなのでは。いや、素直にアイアンヘッドでよくねえか。それだとテラスタル切られたらやばいかなって。入った。炎テラスか、危なかったな。でもこれ耐えれんのか。セブレイブはなかなか火力あるが。炎弱点だしな。このドドゲザン HA 直帰型だからちょっとヤバいかもしれない。耐えたー。ほらね、これくらい絶妙に耐えちゃうんだわ。困った時はいつも組長が助けてくれる。コント頭上がんないぜ。組長は頭下げっぱなしだけどな。だーい、勝利。次もやっちゃってください、月光画さん。これ相棒自慢杯だよね。月光画とドドゲザンしか目立ってねえぞ。仕方ねえだろ、耐久ポケモンって活躍させづらいんだよ。僕だってアタッカーくらいできますよ。タクワイル吐き出すの火力すごいんだぞ。どんなことしてる余裕ないぞ。新旧御三家対決になってるが、タイプ的にちょっときついなこれ。甘いよマリちゃん、そのためのカウンターだろうが。格闘技来なかったな。月光画のカウンター有名だからね。これじゃあんま入んねえな。え、そんな入んの？さっきので上取られてそうだからテラスタル切って水手裏剣行くわ。テラスキル必要あんのかこれ。ウェイニバルも赤まで削れてんのに。そんなことねえわ。水手裏剣の火力のなさなめるなよ。3回当てればいけそう。頼むぞ。
やっぱ水御三家は月光画なんだよな。まあこの後エクスレッグにボコられたんだけどね。かわいそう。なあ、もうこの対面見飽きたんだけど。いやマジでそれな、サクッと倒しちゃうわ。負け越しました。やめろ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 。どれだけ少なかったからオドミンの白熊に喧嘩を打ってきた。ちなみにベルさんレートどんくらいだったの？霊夢が後半負けまくったから1400台まで落ちちゃったよ。僕よりレート低いのにポケモン実況者名乗ってるのま。落ち着いて、爆発落ちはさっきやったから。おい霊夢絶対勝ってよ。相棒はクマスカーニャに変えたやつなんかポコポコにしてしまえ。さすがにガチ対戦は無理があるだろ。アペさんの初手はパオジアン。大会潜ってて思ったが、初手パオジアンめちゃめちゃ多いよな。どうにステロ巻かれたくないしね。確定選出ならそりゃ初手警戒するでしょ。あれ以外と詳しくね。言ってた話と違う。アペさんアペさん、この小ゾロアークだから格闘技効かないよ。分離戦しかけてて草。いやいやさすがに嘘でしょ。これはドドゲザルはマジゲン。はっはっは引っかかったなバカめ。気合玉で倒しちゃうもんね。パオジアンはタスキ持ちが多いみたいだが、今回は違うみてえだな。マスカーニャか。僕のマスカーニャ手たぐり覚えてるから気をつけた方がいいよ。しょうもない仕返し始まったって。じゃあとりあえずどうに交代で。まあ、無理して突っ張る必要ないわな。あのすいません食べ残しはたかれたんですけどどうすればいいですかね。そのままクッションとして退場してくれ。一回大会名を大きな声で叫んでほしい。その後動画やられてからグダグダ交代合戦をするアペさんとレイムさんでしたが、なんやかんやラスト1匹まで追い詰めるレイムさんなのでした。もうさ、ケタグリないじゃんどうせ。かといってこっちも有効だないし、もうギロチンでいいだろ。お前もう勝てれば何でも良くなってるだろ。いやさすがに舐めすぎでしょ。このままはたきまくって僕のか。対戦ありがとうございました。次はウタイさん捕まえたった。ベルさん色旅まだ出さないの？あんたにだけは言われたくないと思うぞ。こう見えて裏で色々準備してるんだよ。ちょっと目が入ってくるね。あ待って私も行く。しあらばマイクラすんな。ウタイさんの初手はマリルニって名前エグくない？今回銅は天然だからな。ちょっと相性不利か。ウタイさんこの子貯水だよ。さっきと同じことすな。っていうのも嘘でまたゾロアークなんだよね。さっきからしょうもない嘘つくのなんなの？ってことで初手テラスタル。銅に化けてるからじゃれつきづらいだろうし、貯水で騙されてるはずだから水技も来ない。つまりタイプ1技は飛んでこないってわけよ。なるほどな。やり方しょうもないけどいい感じなの。腹立つな。しょうもない言うな。削りきれないか。まあいいや次で倒せば問題ない。何も信じてくれなかった。いつも動画出すって嘘ついてるし、これも嘘かなって。苦笑なんも言い返せねえ。その後完全にサイクル戦でゴテゴテに回る霊夢さん。気づけばこちらの手持ちは同一式だけとなり、相棒枠同士の対面になっていくのでした。やばい、お互い火力ない。このままだと泥試合になる。ドーはまだアシッドボムでごまかせるが、ブルトンどうする気なんだ。あくび打って泥かけするが、マジな泥試合で草。5分を。ねえこれどうすればいいの？お互いアシッドボムも泥かけも当てきってるからな。こっち側としては気合で当てまくるしか。まあブルトン火力ないしなんとか耐えれる。あもう一式いたんだったわ。おお別にです。正直トンカツがこんなに生き残ることなんてないのに、正直今が一番活躍してたよね。じゃあせっかくだから動画にしてよ。動画ネタ提供したんだから感謝してよね。ごめん録画できてなかった。最初からする気ないだろ。ってことで相棒自慢ハイと短いの動画でした。次回のシェイドさんお誘いありがとうございました。来年はエルフーンで優勝狙います。